では、クーダ C、クーダフォートナーということで、はい、始めていきたいと思います。はい、この絵、何度か出てきてますので、割愛しますけども、割愛、簡単に一応、ちょっとおさらいしようかと思います。アプリケーションコードがあったとして、一部を、GPU にオフロードして、並列計算を行うということで、ここをオフロードする方法として、これまで標準言語を用いたものと OpenCC、説明してきた流れですね。ここ、今度はこのオフロードする方法としての、CUDA-C、CUDA-C++、CUDA-Fortran に関するお話でということですね。はい。で、そのアプリを、の一部を GPU にオフロードしますよということを、今まで何度かお話ししてきて、で、それっていうのは全てのプログラミング手法、モデルについて、共通するパターンですよということをお話ししてきました。で、その GPU にオフロードされる、オフロードされて、その並列処理される関数ことを、クーダカーネルとか、あとは GPU カーネルとか、あとはただ単にカーネルとか言ったりすることもあると思うんですけども、要は多数の、すごくたくさんのスレッドによって、実行される、もの、関数ということになります。で、このスレッド、クーダスレッドの特徴としては、非常に軽量で、スレッドの切り替えが非常に早いという、点が、挙げられるかなというふうに思います。なので、CPU の場合は、おそらくコア数と同じ数のスレッドを使うというのが、おそらく基本になるのかなというふうに思うんですけども、これが GPU の場合は、コアの数よりも、はるかに多い数の、スレッドですね、が起動されるという形になります。で、そのカーネル、GPU カーネル、っていうのは、今お話ししたように、非常にたくさんの、スレッドで、並列に GPU 上で実行される、関数ですよということを、はい、お話ししました。で、すべてのスレッドっていうのは、その同じ関数ですね、同じコードを実行するんですけども、異なるデータに対しての処理を実行することになります。それぞれのスレッドですね。というのは、固有の ID を持ってますので、その ID と配列のインデックス、ね、を紐付けて処理を行うというのが、一般的な使われ方かなというふうに思います。で、そのスレッドなんですけども、CUDA ではスレッドが階層構造になっています。最新の CUDA とか、あと最新のハードウェアでは、実はこの今言った階層というものが、ですね、実は一つ増えてるんですけども、話がちょっと急に複雑になっちゃうので、今日はその部分についてはカバーしません。一旦横に置いときます。今日お話しさせていただくのは、いわゆるそのトラディショナルな CUDA のスレッド階層といったものにフォーカスしてお話をさせていただきたいというふうに思います。で、もちろんなんですけど、今日紹介する、いわゆるそのトラディショナルなスレッド階層構図っていうのは、当然最新の GPU でも全く問題なく使えますので、この辺は心配なくても大丈夫です。はい、そうですね。で、スレッドは階層構造になっていると言ったんですけども、どういうことかと言いますと、スレッドいっぱいあるんですけども、このスレッドのある塊のことを、CUDA ではブロックというふうに、呼んでいます。こんなイメージですね。例えばこの絵の例で言うと、3、4、5、6、7。7スレッドで、1ブロックを形成しているというような絵になります。それが合計で3ブロックがあるというような形になっています。そして、この、ブロックのある塊のことを、グリッドというふうに、CUDA では呼んでいます。で、このグリッドが、
GPU に投入されて、そして並列実行されるということになります。で、このカーネルを実行する際にどれだけスレッドを起動するかというのを指定するには、それはちょっと後ほど、はい、ちょっと説明させていただく形にします。はい。で、今紹介したスレッドの階層構造なんですけども、じゃあそれがどのような形でハードウェアにマッピングされるか、どのような形でハードウェアと対応しているかっていうのを示したのがこちらのスライドになります。まずスレッドなんですけども、これは、そうですね、スレッド、クーダコア、コアで実行されるということになります。はい。そしてこのコアですね、演算コアのある塊のことをストリーミングマルチプロセッサー、略して SM というふうに呼ぶんですけども、この SM に、この SM とスレッドブロックですね、クーダのブロックが対応する形になりまして、このクーダのブロックがこの SM に割り当てられるという形になります。そしてこのブロックの塊であるグリッドが GPU 全体に対応するというような対応関係になっています。で、基本的にはこのブロックですね。スレッドのある塊のブロック。このブロックは独立して、それぞれ独立して実行されますし、ブロック間で同期を取るみたいなことも基本的にはありません。なので、それに加えて、その実行順序の保証もないというような、そんな決まりになっています。なので、ある、例えばですけど、あるブロックに属するあるスレッドが、他のブロックに属するあるスレッドと、例えばデータシェアするみたいなことは、基本的にはできないと思っていただいて問題ないです。で、ただしなんですけども、最新のクーダでは、この辺の話が、ちょっとまた複雑になるので、はい。今日のところは、やはりここに関しても、その辺の最新のクーダに関する話は、一旦横に置いといて、いわゆるトラディショナルなクーダのスレッド、階層に関してのお話ということになっています。はい。なので、今日のところは基本的にはブロックは、基本的には、独立して実行されるというふうに、まずは、考えていただいてよいかと思います。なんですけども、スレッド間でデータをシェアしたいみたいなことが、あるかもしれないということですね。そういった必要があるかもしれないということで、一応ブロック内ですね、先ほど紹介したスレッドのある塊であるブロック内のスレッドに限っては、そのデータのシェアが可能になっています。具体的にはシェアードメモリーと呼ばれる SM の中に搭載されている高速なメモリーがあるんですけども、これを使うことでそれが可能になります。で、このような形でこのブロック内でのみスレッド間のデータシェアが可能ですよというこういう制限をクーダのプログラミングモデルとして課しているんですけども、これはクーダというものがスケーラビリティを念頭に置いた設計になっているためというふうに言うことができるかと思います。で、そのスケーラブルであるというのが、ここで言うですね、ここで言うスケーラブルというのが、どんなことなのかというのを、こちら簡略化した例を使ってちょっと見ていければと思います。まず仮にですね、ここに、先ほど紹介した SM ですね。SM というのは演算コアのある塊のこと。なんですけども、この SM の数が2つというすごく小さな GPU があったとします。で、この GPU に、ここに例えば12個ブロックがあったとして、この12個のブロックをスケジューリングするとどうなるかというと、SM が2つしかないわけなので、それぞれに6ブロックずつ積まれるという形になるかと思います。で、これがもうちょっと大きな GPU で、例えば SM の数が8あった場合はどうなるかというと、例えばこんな感じでスケジューリングすることが可能かと思います。で、この場合、1つの SM に対しては最大でも2つ
のブロックまでしか割り当てられないとなりますので、まあ、最大でもこの2サイクルでこの全ての処理が終わるという形になります。そしてさらに SM の数が増えた場合ですね、まあ、どうなるかというと、まあ、こんな形でですね、まあ、こんな形になって、まあ、基本的にはこの12個のブロックの処理というのは1サイクルで終了することになりますし、さらに言うと、ブロックが割り当てられずに、まあ、アイドル状態の SM も出てくるという形になります。まあ、このように SM の数が、まあ、非常に大きな GPU だったりとか、新しい世代の GPU に対応するっていうのも、まあ、全く問題なく、できるということになっています。で、これを可能にしているのが先ほど説明したあのブロックっていうのは、独立に実行されて、ブロック間での同期とかデータシェアは基本的には行いませんよという、まあ、そういった制限があるからこそということになります。もし仮にそういった制限がなかった場合は、このブロック間にその、なんて言うんでしょう、まあ、依存関係などが出てきてしまって、そうすると、このブロックのスケジューリングというのは、途端にあの複雑になるというのは、想像できるかと思います。なので、まあ、そういったことをなくすことで、スケーラビリティを確保しているというようなのが、マクだということになります。はい。ということで、ここまでの、まとめを、まあ、一旦ですね、一旦ここまでのまとめです。カーネルっていうのは、グリッド、ね、を実行しますと。そしてこのグリッドっていうのは何でしたかというと、このブロックのある塊のことをグリッドと呼んでました。そしてこのブロックっていうのは何かというと、スレッドのある塊のことをブロックと、呼びますよということで、で、ブロック内のスレッドに関しては、データのシェアは可能ですよというものでした。はい、そうですね。で、このブロックというのは、まあ、実はこうやって多次元でも、表現可能ですよという、ものになります。そうすると、まあ、1次元の場合はこういった形でブロックに ID が振られるんですけども、まあ、多次元の場合は、まあ、こういった形で多次元ブロックとして ID が、振られるという形になります。はい。はい。ということで、ここからは CUDA のメモリモデルに関して、ここに関しては本当にごく簡単にですね、概要のみの、説明にはなりますが、CUDA のメモリモデルに関してです。はい。GPU アーキテクチャとして、まあ、メジャーなコンポーネントとしては2つありますよと、ここで言っていて、まず1つが、まあ、メモリですね。グローバルメモリと呼ばれるものですということです。まあ、CPU でいうところの、まあ、メインのメモリですね。メインのメモリになると。で、これは、そうですね。GPU 上のすべてのスレッドからアクセス可能なメモリですし、あとはその CPU からも、ね、そのデータ転送など行う場合は、CPU からこの CPU のグローバルメモリへの書き込みなど、行うことができる。まあ、そういった、グロ、メモリになります。で、ちょっとこの数字は古いので、ちょっとあれなんですけども、例えば最新の GPU、H100 という GPU だと、メモリ容量としては 80GB で、で、メモリバンド幅に関しては 3TB パーセカンド以上ですかね。といった形に、なっています。はい。でもう一つが、先ほどから話に出ている SM ですよ、ということになります。はい。はい。先ほど、CUDA では、スレッドが階層構造になってますよという、紹介をしたと思うんですけども、ここではメモリの、その階層ですね、について、本当に簡単にですね、ここは概要紹介ということになります。まず、演算コアですね。スレッドが実行される演算コアの一番近い
ところにいるメモリとしては、それぞれのスレッドにプライベートなレジスターが持っているということになる。で、もしそのレジスターに必要なデータ保持しきれない場合に関しては、このローカルメモリですね、データが保存されるということになりまして、で、このローカルメモリに関しても、これはスレッドプライベートなメモリということになります。で、ブロック内のすべてのスレッドが、先ほども紹介した、このシェアードメモリと呼ばれるものですね。これに、アクセス可能で、このシェアードメモリを介して、まあ、データのシェアだったり、なんだりが可能になるということです。そしてすべてのブロックがアクセス可能なのが、先ほど紹介したグローバルメモリという形に、となっています。はい。ということで、ここからは、いよいよ CUDA C、そして CUDA フォートランに関する、お話になります。はい。で、まずはじめになんですけども、その CUDA って先ほどからこう何回も僕口にしてますけども、これそもそも、何ですかっていうお話で、この CUDA っていうのは、ですね、コンピュートユニファイドデバイスアーキテクチャですね、の頭文字を取って CUDA というふうに、なってます。なので、その名前が示すように、CUDA っていうと、基本的にはこれアーキテクチャのことで、その GPU コンピューティングのための、何でしょう、プラットフォームというか、開発環境のことを、指すことになります。そして、CUDA C とか CUDA Fortran といった場合は、GPU コンピューティングのための、C、あるいは Fortran の、言語の拡張ことを、指していると。ということになります。はい。これは、用語の説明ですね。先ほどからこれも何回も出てきちゃ、もうすでに出てきてしまってるんですけども、ホストって言ったら CPU のことを指しますし、デバイスって言うと、GPU のことを指しますね、という、はい、用語の話で。はい。で、ここでは、シンプルな例として、ハローワールドから、見ていきたいというふうに思います。はい。CUDA プログラムのハローワールドですね。はい。まずここにあるもの、これ見ていただくと、これは、見てわかるように、ホストで実行される、コードになってますということですね。ここにあるようなデバイスコードがないプログラムも、これも、もちろん、この CUDA コンパイラーで、コンパイルすることももちろん、可能ということになります。はい。で、ここでデバイスコード、つまりこの GPU カーネルですね、ちょっと加えてみましょうということをここでやってます。ここでは大きな変更点が、2つですね、2つありますよと言っていて、まず1つ目が、この関数ですね。このグローバルっていうその関数の、なんて言うんでしょう、識別値っていうんですかね、が、ついてるっていうのが一つと、あと二つ目としては、このカーネルを呼び出す際のこの記法ですね。なんて言うんでしょう、三重の括弧、括弧っていうんですかね。この、この三重のこの括弧ですね。はい。という記述が追加されているということです。はい。で、フォトランに関しても、CUDA フォトランを使うためのモジュールをユーズしていて、サブルーチンにはそのグローバルのアトリビュートを、つけて、で、呼び出すときにはやはり、これは C++、C と同じように、こういった記号が追加になるということです。はい。で、これ、なんて言うんでしょう、その、デバイスコードでハローワールドという割には、これ、デバイス関数自体は何もしない関数になってて、結局そのホスト側からハローワールドしているので、ちょっと意図が読みかねるところもあるんですが、多分これはおそらくこのデバイス側からハローワールドをしたかったのかなというふうに、思われます。はい。いずれにしてもデバイスコードを加えるとこんな感じになりますと。です。はい。
で、コンパイラなんですけども、ここでもやはり先ほどから、紹介している NVIDIA HP CSDK 使っていきます。NVIDIA HP CSDK の CUDA コンパイラーとしては、CC++ ですね。CUDA CC++ に関しては NVCC。CUDA Fortran に関しては NV Fortran に、このマイナス CUDA ですね。というフラグを、まあ、つけていただく形で、コンパイルすることが可能になっています。はい。これは先ほどの、コードの関数部分ですね。関数部分を改めて、ここでは見ています。まずこのグローバルというキーワード。グローバルというキーワード。これ何を表しているのかというと、まあ、この関数は、ホストコードから呼ばれて、で、デバイスで実行される関数ですよっていうのを、まあ、表す。まあ、そういった、言葉になります。なので、まあ、これらの関数、あるいは、まあ、サブルーチンですね、は、まあ、GPU 向けにビルドされるということになります。で、まあ、これらが付いてないものだったり、これ以外の残りの部分に関しては、ホストコンパイラーで、CPU 向けにビルドされる形になります。これは続いて、先ほどのコードの呼び出し側ですね。呼び出し側です。はい。で、このように、もうなんか新しい記法が、追加されてますねというのがわかるかと思います。で、これは、ホストコードからデバイスコードを呼び出すための、に必要な記述になります。で、ここで、この括弧の中の数字が1カンマ1っていうのがありますけども、この数字何を表しているかというと、ブロックサイズと、あとブロック数ですね。カーネルを起動する際に、まあ、いくつ、そのブロックサイズをいくつにして、ブロック数をいくつ起動しますかということを、ここで指定する、ということになります。はい。で、まあ、今の例は、まあ、実質ながら何もやってないみたいな例なんで、もうちょっとじゃあ何かしらの処理を GPU でやってみましょうということで、続いての例が、こちらになります。これは何を出るかというと、インテジャーの、セスの足し算がね、をやってる例になります。このアット関数ですね。アット関数。これ、グローバルがついているので、これが、まあ、GPU 上で実行されることになるということですね。はい。なので、この ABC ですね。これらについても GPU 上にないといけないわけですね。フォートランについても同様です。はい。じゃあ、どうやってその GPU 上に、メモリを確保するのかということに関しては、もうちょっと後ほどですね、紹介したいというふうに思います。はい。はい。ということで、GPU のメモリ管理ですね。どうやってメモリ確保したりするんですかの前に、これも、若干これまでの説明と重複する部分があるんですけども、ちょっと改めて CPU と GPU のメモリについて、簡単に復習、ということになります。はい。CPU メモリ、容量が大きいですね。GPU メモリ、メモリバンダーが広いですね。ということは、はい。お話しさせていただきました。そしてさらにこれらはそれぞれ独立していて、まあ何らかのバスで接続されていますねという話ですね。はい。で、こちらも、そうですね。さっきもう一度お話ししている内容なので、簡単に流すと、まあ、GPU コンピューティングの流れとして、データコピーして計算して NDCPU に戻しますねという、流れですね。ということで、まあ、こういった GPU コンピューティングの流れの中で、CUDA では、じゃあどうやってメモリ管理をしますかという話になるかと思います。CUDA としてメモリ管理をするための、まあ、API、いろいろ用意されています。まず GPU メモリの確保と、解放に関しては、まあ、ここにあるような CUDA マロと CUDA フリーと呼ばれる関数になります。そして CPU、GPU 間のデータコピーに関しては、この CUDA 面コピ
と呼ばれる漢詩が、使われます。で、はい、そうですね。OpenCC のところでも、説明しましたけども、そのデータコピーが、ちょっと厄介だな、だったりとか、あと、じゃそこで間違いを起こしたくないな、みたいな場合には、CUDA でも、当然のことながら、ユニファイドメモリー使うことは、可能になっています。はい。ただ、この CUDA の場合はですね、ユニファイドメモリーを使う、使い方っていうのは OpenCC とは若干異なりまして、メモリを確保する際には、この特殊、このマネジドメモリを確保する用の関数、こちらを使っていただく必要があります。はい、で、CUDA Fortran の場合。CUDA Fortran の場合は、配列を宣言する際に、このマネージドとアロケートという属性を、付けた上で、配列を宣言して、で、あと、この後は普通にアロケートしていただくことで、これらをマネージドメモリとして使うことが、可能になります。で、先ほどの整数の足し算の例ですね。もう一度見てみますということですね。はい。で、これはその呼び出し側の、例ですね。はい。で、こちら。はい。CUDA マロックマネージドでメモリを確保しているので、明示的なデータコピー等は特にせずに、いきなり GPU カーネルを、まあ、呼んで、ABC を渡しているというのはわかるかと思います。はい。で、これ多分、あれですよね、実際に動作させるためには多分ここで動機を取る必要があると思うんですけども、それがなんか、はい、若干省略されているような気もしますが、はい。で、まあ、ここで、まあ、お伝えしたかったのは、このマネージドメモリですね。使うと、まあ、明示的なデータ転送は必要ないですよという話ですね。はい。はい。で、この例ですね。今、示した例では、この足し算ですね。のカーネルを起動する際に、この三重の括弧の中が1カンマ1と、なっていました。で、これ何を意味するかというと、1スレッドで構成されるブロックを一つだけ起動しますよということなので、要は、逐次実行ですね、シングルスレッドの逐次実行の設定になってます。で、これをですね、ステップバイステップで並列実行できるように、ここからですね、していきたいというふうに思います。で、ここで、まずはですね、この一つ目の数字、ここをですね、N に変更してみたいと思います。まあ、この N っていうのは、まあ、何らかの整数だと思ってください。はい。で、これが意味するところは、1スレッドで構成されているブロックを、N 個起動して、並列処理をしますよという、ことになります。で、つまり、このケースでは、整数の足し算なので、N 回、同じ計算が、行われるということになります。はい。まあ、これが、なんだろう。実際なんか意味があるのかっていうと、はい。そうですね。もちろん、意味がないというか、同じ計算何回もしているので、まあ、無駄なことにはなるんですけども、まあ、その、並列実行するための、まあ、やり方の説明の一例として、はい。お示ししているというような例題になります。はい。はい。ということで、先ほどの例だと、整数の足し算、何回も同じ計算をやることになって、で、その同じ計算何回やってもあまり、全然嬉しくないので、今度は、このベクトルの足し算ですね、を考えてみましょうという、ことになります。先ほどの、インテジャーの足し算の例では、ブロック数を N というふうに変更してみました。で、このブロックのインデックスっていうのは、このブロック IDX ですね。こちらにの、まあ、これらのビルトイン変数に格納されますので、GPU カーネルとしては、これを使って、
そのブロックのインデックスを取得することができます。で、ここで、この A、B、C が、配列、ベクトルだったとして、このブロック IDX ですね。これを使って、それぞれのブロックが異なる配列要素の処理を行うように、してみたいというふうに思います。その例が、こちらになります。はい。まずこのブロック IDX ですね。まあ、.x。こちらのビルトイン変数にブロックのインデックスが格納されているので、まあ、このようにすることで、各ブロックが異なる配列要素の処理を、まあ、並行して行うことになります。まあ、例えばで言うと、このブロックの ID が0番ですね。0番のブロックは配列要素0の演算を担当して、ブロック ID1 番のスレッドは、この配列要素の1の演算を担当するといった形になります。で、こちらフォートランについても、全く、はい、同様になります。で、先ほどの、ベクトルの足し算の例では、複数のブロックを使って並列処理っていうのを、行いましたと。はい。で、ここでは、逆に、あ、これですね。これが先ほどの場合ですね。1スレッドから構成される複数のブロックで並列処理を行ったんですけども、ここでは逆に複数のスレッドで構成される1ブロックで並列処理をやってみましょうというのがこちらになります。それを実現するにはですね、このスレッド ID、ね、が、格納されているローカルなスレッド ID が格納されているスレッド IDX というビルトイン変数を使う形になります。まあ、具体的な例としてはこんな形になりまして、こうすることで対応する、配列要素の、こうすることで、この各スレッドですね、各スレッドが対応する配列要素の処理を、まあ、行うと、並列して行うということ、形になります。はい。はい。呼び出し側としてはですね、まあ、こんな風に変わります。ね。フォートランに関しても、はい。全く同様です。はい。ということで、ここまで、1スレッドで構成される、1スレッドで構成される複数ブロックによる並列計算。そして、さらに、複数スレッドで構成される1ブロックによる並列計算。これら二つの例を見てきました。なんですけども、これら二つの例っていうのは、GPU のリソースっていうのは、実は全然使い切れて、いないことになります。というのも、ブロックっていうのは、SM に割り当てられますよというふうに説明したと思います。なので、ブロック数が1ということは、まあ、SM 一つだけが動いてて、他の数ある SM はアイドル状態ということになります。逆にスレッド数が1ということは、ブロックに含まれるスレッド数が1ということは、SM の中に数あるコアのうち1つしか使われてないということになります。なので、GPU のリソースをフルに使うためには、複数のスレッドを含むブロックを複数起動してあげる必要があるということになります。でそれを実現するにはどうするかという、お話になります。で、で、それにはですね、まあ、ここに、ここにある例ですね、ちょっと見ていきたいというふうに思います。はい。まあ、一言で言うと、このスレッド IDX、ブロック IDX ですね。これまで出てきたビルトイン変数ですね。まあ、これらを使って、このスレッドの通し番号っていうんですかね。グローバルなスレッド ID を取得してあげる必要があります。この例では、ですね、8スレッドで構成されるブロックが1、2、3、4つある。ね。
まあ、こういった例ですね。こういった場合をここでは考えてみます。はい。まず、ブロック ID に関しては、このように0から3番まで、振られることになって、で、各ブロックの中のスレッド ID は、それぞれ0から7までですね。ローカルなスレッド ID は0から7まで振られるってことになります。で、そしてその各スレッド、各スレッドを配列要素に、対応付けるためには、スレッドの通し番号というか、グローバル ID を取得する必要がありますよというのは今、お話しした通りです。はい。で、こちらの例では、この、仮にですね、この赤色で塗りつぶされているスレッド、このスレッドの通し番号をちょっと取得してみましょうというのを、ちょっと一緒にやってみようと思います。こちら、まあ、数えたらわかるように、このグローバルスレッド ID ですね、というのは21になりますが、これをどうやってゲットするかという話ですね。それはまあ一言で言うとですね、まあ、こういう慣用句的に用いられる表現があるんですけども、まあ、これで取得することができますよと、言えるんですが、じゃあ、それどうやって、つまりなんでこれで取得できるのかというと、まあ、例えばですね、例えば、あれ、例えば、この式に当てはめてみると、このスレッドインデックスですね。スレッドインデックス、ローカルなスレッドインデックスですね。この赤色で塗りつぶされた部分のローカルなスレッドインデックスは5。なので、ここに5が入ります。そして、ブロックインデックスに関しては、これは0、1、2、2番なので、ここが2が入る。そして、この M。この M に関しては、ブロックあたりのスレッド数になりますので、この場合は8なので、8が入って、21ということで、無事この、グローバルスレッド ID が取得できたと、いうことになります。で、じゃあ、この M って何というか、どうやってこれ取得するのっていう話なんですけども、実はこの M を格納するビルトイン変数も用意されていまして、それがこのブロック DIM という変数になります。これは、ブロックあたりのスレッド数、ブロックに含まれるスレッド数が、まあ、格納されている変数ということになります。なので、グローバルスレッド ID ですね。スレッドの通し番号を取得するための表現としては、まあ、結局のところこうなります。となります。ですね。はい。で、こうすることで複数スレッドから構成される複数ブロックを使った並列処理というのが、まあ、可能になるということになります。はい。で、呼び出し側ですね。呼び出し側はじゃあどうなるんですかという話で言うと、まあ、この括弧の中で、それぞれ、ブロックあたりのスレッド数と、あとブロックをいくつ起動しますかっていうのを、このような形で、指定してあげる。カーネルを起動する際に指定してあげるという形になります。はい。はい。ということで、直打に関しての私からの説明は以上になりまして、ここからはですね、やはり、これまでと同様に、こちらですね、Jupyter ノートブックの、今度はこの CUDA 版ですね。こちらを開いていただいて、やはり今私説明したのは、ここで説明されているものの、サマリーなので、こちらですね、ぜひちょっと詳細に読んでいただいて、ちょっと詳細にご理解いただければというふうに思います。で、まあ、進めていく中で、まあ、いろいろ実際に手を動かすところもあるので、はい、どちら実際に手を動かしながら、進めていただければというふうに思います。はい。あとですね、ハンズオンの最中は、適宜、はい、皆さん休憩取りながら、はい、ちょっと進めていただければというふうに思います。はい。多分、我々側も、
適宜休憩を取りながら進めて形になると思いますので、はい、休憩は適宜取りながらということでお願いします。はい。ということで、ここまでで何か、ご質問等ある方はいらっしゃいますでしょうか。大丈夫そうですかね。はい。ということで、はい。では、クーダの方ですね。ハンズオン、実施していただければというふうに思います。はい。これまでと同様に実施中になんか、質問等あった場合は、随時お知らせいただければ、はい、対応していきたいと思いますので、はい、ハンズオンの方、開始していただければと思います。で、これがプログラム上ですね。これが、16時30分までね、あ、結構時間取ってあって、ですね。はい。で、16時30分までです。なので、また、そうですね。16時20分ぐらいに、はい。まあ、解説とまではいかないまでも、まあ、どの辺、どう変更しましたかぐらいの紹介を、16時20分ぐらいから、はい、開始したいというふうに思います。はい。ということで、適宜休憩等を取りながら、はい、ハンズオン進めていただければと思います。はい。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ、どこ、まあ、これまで通りですね、どうや、どこをどう修正しましたかみたいな話ですね。こちらの C の方の例で、これを説明すると、多分ここですかね。まずは、このメモリ確保する際に、ユニファイドメモリとして確保しましょうね、ということで、まあ、ここ、おそらく修正していただいた形になるのかな、というふうに思います。で、それに加えて、この GPU カーネル部分ですね。ここで、まあ、元々のコードだと、この ID1 と ID2 で、このフレームのループの内側で二重ループになってたものがあると思うんですけども、まあ、そこが、まあ、ループがなくなって、このような形で、それぞれ、ID1 と ID2 用に、それぞれ独立のスレッド ID を取得することで、この粒子間の距離の、総当たり計算をやっているという形ですかね。はい。はい、フォートランの方も同様ですね。はい。まあ、ここで、ユニファイドメモリ使いますよってことで、マネジドとアロケータブル属性付与した上で、まあ、アロケートするという形ですね。で、はい。ここで、そうですね。二重ループの分をこのようにインデックス計算をすると。あ、で、ちなみにこの、フォートラン、クーダフォートランの方は、このブロックインデックスがマイナス1がついているのは、これはフォートランが、1始まり。1始まりなんで、まあ、ここマイナス1がついているという形になってますね。はい。というところですかね。はい。で、何か、ここまでで、改めて質問等ある方、いらっしゃいますでしょうか。では、次ですね。プログラム次に進みますと、あ、そうですね。はい。一応、ハンズオンとしては以上、ここまでになります。はい。はい。皆さんお疲れ様でした。ということですね。はい。で、ここからは、コードチャレンジというものの説明、ちょっとさせていただければというふうに思います。